三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットパークのプールエリア、アクアアドベンチャーが明日オープンするのを前に、近隣の子どもたちおよそ600人を招待してイベントが開かれました。プールエリアの至る所から大量の水が噴き出すメインイベントでは、子どもたちは大はしゃぎでした。アクアアドベンチャーにはこのほか流れるプールやウォータースライダーをはじめ5つのエリアがあります。